れ様ひな、久しぶりの配信みたいな感覚になった。そう、本当はこのザ・ツインテールじゃなかったんだけど、ちょっと今簡単に結び直した。おかしいな、あんなに抵抗あったツインテールが。ちょっとなんかあれ、なんていうの、なんか今日本当にすごいアイドルっていう感じの衣装を着たんですよね、じいちゃん。だからちょっと抵抗がなくなってやっぱ服装って大事なんだね。やばい、投稿こうしてたの、編み込み、編み込みではないかな。そう、ちょっと暑い。うん、まあ、きっと好きな感じだよ多分みんなが。うん、絶対みんな好き。なんかほんまにその髪の毛も衣装も含めて、なんかあのこの7年間で一番アイドルだったかもしれん。今日、今日アイドルじゃんって言われたアイドル見たいじゃん、アイドルなっていうやり取りなんかもして、いやいやアイドルな、一応アイドルな。今の服、今日の服もねまたちゃんと載せるよ。今日インスタ更新したんだけど、珍しいでしょ今日ピンク着てんの。でもなんだこれだけになりたい、暑い。暑いってちょっと待ってね。よし、載せます。
ほう。おお。今日本当は今日でも撮影終わりで、今日もう必要最低限メイクだよ。うん、でもなんか今日まあメイク千穂ちゃんと一緒にしながらしてたんだけど、千穂ちゃんとマイキューとメイク一緒に隣で喋りながらしてたんだけど、今何割ぐらい完成みたいな言われて、8割とかって言ってたので、追いつきたいみたいな、今そこまで追いつきたいみたいな言ってて、パッて見たら、え、待ってみたら、え、それで8割みたいな、それで8割完成なみたいな言われてそう、なんか今自分の顔見たらみたいな、なんかもう色味が強すぎてどうちゃらこうちゃらみたいな言ってて、いやもうこれ完成よみたいな、ほぼ完成よみたいな、全然完成してないでしょって言われて、でも完成した後もなんか薄いって言われて、そう、私なんかもうほんと必要最低限メイクだからさ、そう、でもナチュラルでいいねみたいな、なんかそのレタッチとかで消されたら嫌なんですよ、なんか書いてるものをレタッチで変に消されたりするのが嫌すぎて、もう初めからなんかアイラインとかもなんか変に消されたくないから、もう必要最低限自分の中の、まあ、ここまでだったらギリ許すよみたいなところまでやってみたいな、あんまり涙袋とかあんま描かずに、色味も なるべくナチュラルでみたいな。そしたら今日めっちゃなんか1個目の撮影、その1着目、4、5着来たんですけど、1着目の撮影が全然漏れんくて、えっと思って待ってみたいな、全然漏れんかったんやけどって思って、そしたらなんか下まつげ描いてないからじゃないみたいな、何が薄いのって聞いたよ千穂ちゃんに、そしたら下まつげじゃないで、あ確かにと思って、で違うところで福ちゃんに下まつげじゃないで、ここの長さじゃないで、ここをもうちょっとこの下まつげとかここら辺になんか色をやったら短く見えそうみたいな、そのやつやったらまあ後からちょっと漏れ始めて、そう、もう後半はいい感じでした。そうで、やっぱ下まつげ大事だなと思って、あんまり最近描いてなかったというかマスカラしてなかったんだけど、それがだんだん乗ってきて、最終的になんかこんなツインテールまでしちゃって、しかもその後まあ8時ぐらいまでお仕事、その撮影だったんですよ。本当は6時半に撮影が終わって、でまあ一旦帰って、まあ、配信してご飯作って、でまあ8時からまた仕事行く予定だったんですけど、そうまさかのまあ撮影が押して、そう整合して8時ぐらいに終わったんですよ。だからもうその現場のスタッフさんと一緒に移動して、うん、もうラジオもラジオだったんですけど、そう30分ぐらい遅れて終わって、それでも巻いた方めっちゃ頑張った。こんな10時とか10時過ぎて11時近くまでお仕事するの久しぶりかもしれん、移動とか以外で。
そう。でもちゃんと家に缶のお酒がないってことに気づいて、それだけは無我夢中に買って帰ってきた。載せるよ。かわいい、ありがとうございます。ありがとう。昨日も今日も頑張った。お弁当あるよ、お弁当。見切れ、見切れだ。珍しい、ジジが自分から牢屋に入った。やっぱ箱買いするの。箱買いしてもでもやっぱなくなるね。今日はレモン堂です。載せました今動画を。これマジ美味しかった。わかんない、喉乾いてたからのもあるけど、やっぱ格段に違うね、レモン濃いめの濃いめが。うん、しっかりレモンでした。おすすめ。まあうん、甘いわけじゃないけどレモンが強いから、まあ、レモンが好きな人は好きだと。でもまあ無糖レモンとか氷結の無糖レモンとか好きな人は多分あんまりだと思うけど、レモンサワーが飲みたい、レモンサワー飲みたい、レモンサワー好きって人とかは結構多分好きだと思うよ。今日お弁当。今日ね、撮影でさ、なんかお昼ご飯、お昼ご飯なんかココイチもあって、ココイチホットモットのカレーもあったんですよ。だけど私が気づいた頃にはカレーなくて、うん、悲しい。そうなの、なかったの。ちょっとみんな、え、一旦大変失礼いたしました。早もがち、うん、多分ね、多分ね、多分昼ご飯と夜ご飯があったんだと思う、多分ね。でもその私は前って、まあ、昼ぐらいに行ったんですけど、今日も2時50分集合だったのか間違えて2時20分に行って、2時20分集合だと思って、そうだからまだここ一かその殻があって、そうなの。あれどこに牛タンがあるん、これ牛タン午前って書いてるけど牛タン2枚しか入ってない気がする。え、牛タン2枚よ。いや、2枚よね、当たり前じゃん。そんな贅沢しちゃダメ。お手頃牛タン御膳。イエーイ。ねえじいちゃん、美味しそうだね。でもまあいいや。あ、もちむきだ。
もち麦ご飯だ。どのタイミングで食べるか大事。程よく味わって、いろいろ。ああ、牛タン弁当ってことを忘れないタイミング。よいしょよいしょよいしょ。今日なんか雨降ったんでしょ、途中。びっくりしたんやけど。ゲリラ豪雨？それとも予期する、予期してた雨？暑いよ。なんでこんなに暑いの？いただきます。この漬物、いただきます。もうこれだけで嬉しい。あきら、ありがとう、くま。今日も頑張ったね。まあ、昨日もさ、まあ、一日頑張って、昨日あんまりうまくいかんかったんよ。そう、なんか結構ね、沈んどったんよ、気持ちが。私もまあできるだけポジティブに頑張る人なんだけど、たまにやっぱ沈んじゃう時があって、ね、なんかこう分かりやすくうまくいかん時ってあるじゃん。昨日がそれだったよね。そう、りっちゃん今配信しとるよ、ね。そうだけど、まあ、今日もまあ言ったら、まあそういうありアクシデントじゃないけど、なんか予想外のこととか起きたけど、まあその最終的に今頑張ったから今美味しいご飯食べてるし、そろそろいいですか、牛タン。